名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの20回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。まずはドラゴンズの先発笠原が名古屋ドームのマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか？赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどうか。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている糸井、前回のゲームでは猛打賞を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーは笠原、ここまで5勝をマークしています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでアウトを増やさずに一打先制のチャンスになりましたね。やはり走力、打ちました。これはどうか、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0、ドラゴンズなおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあキャッチャーはね、別の構造を要求してたんですけどもね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターは3番松永。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。バッターボックスの松永、今シーズンの得点圏打率は6割2分3厘となっています。すごい数字ですね。ここも期待十分ですね。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。ドラゴンズその差を3点に広げられる痛い一発となりました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー掛布、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ドラゴンズ初回から相手打線に捕まっています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。バッターは石峰、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ワンアウトランナーなしです。さあまず1球目、打ちました、痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ、切れました、ファールボール。打ちました、左中間に強い打球、さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで6試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、4対0、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。ちょっとサイン通りの投球ではなかったですよね。またしても点を入れられてしまいました。
さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには梅野、そして一塁ランナーはアリアス。ここは盗塁もありえますね。ええ、どう動いてくるでしょうか。真ん中打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで三連打。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは8番糸原。ドラゴンズこの回4点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。打ちました。阿部一塁を送ります。アウト2アウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。5対0。ドラゴンズなおもピンチです。さあ打席には先発の藤波が入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。6対0になりました。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って亀山。まあドラゴンズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。打った。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーはタイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。7対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。初球ボール、真ん中でしたがこれを見送ります。引っ張った。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。一塁線落ちてフェア。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。8対0。ドラゴンズなおもピンチです。ここは当然という交代でしょうか。ドラゴンズピッチャーを変えます。さあマウンドに上がったのは小熊。今シーズン11試合目の登板です。西さん、この場面で出てきましたね。打ちました。高く上がった。頭上ぐん入った。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。10対0。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、バッターボックスは4番掛布。ドラゴンズこの回先制点を許しています。最初は変化球できました。ストライクです。打ちました。浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで5連打ツーアウトランナー1塁。バッターボックス石峰。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。この打球はフライになっています。アルモンテが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。10対0。タイガース先制です。2回の表タイガースの攻撃。バッターは6番アリアス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。いい当たり伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。これが初球。打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。センター弾く。ボールを拾って2塁へ送球。タッチしてワンアウト。ワンアウトランナー3塁です。8番バッター糸原。先ほどの打席で打点を挙げています。打点はつきましたけどちょっと不甲斐なかったですね。引っ張った。ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。
タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、11対0、ドラゴンズなおもピンチです。さあバッターボックスには先発の藤浪が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になる。高めのボール、セカンドの左抜ける、三塁へ送球する、これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター亀山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った、ライン際を破りました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、12対0、ドラゴンズなおも三塁二塁のピンチです。2番バッター糸井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負、打ちました、ショート取った、一塁へ、ツーアウトになりました。さあバッターは松永、この打席でホームランを放てば今シーズン70本。切りました、ファールボールです。打ちました、さあどうだ、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット、14対0、ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックス掛布、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。2球目打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった、三塁を待っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、15対0、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターは5番石峰、初球打ち高く上がった、この当たりはどうか、平田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。3回に入ります。タイガースの攻撃、打席には6番バッターアリアス、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね、これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。打った、左中間に大きな打球、これはどうか、真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおもピンチです。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の福谷、さあバッターは糸原、ここで打点を上げれば今シーズン80打点目になります。今の初球甘い球でしたね、まあ、変わって出たピッチャーはストライクを取りたい気持ちが強いですから、そこを狙わない手はないですね。なるほど、そうですね。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。さあ打席には先発の藤浪が入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ツーストライクです。外へのスライダー、ここは見極めています。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトです。打ちました、伸びていく、どうだどうだ、センター深いところを破っていきました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおも三塁二塁のピンチです。2番バッター糸井、初球打ち、ライトセンターバックバックバックする、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、サードランナーホームイン、
そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りましたタイガース。右中間へのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。打順は3番松永。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターに打った。センターに強い打球。センター下がっていく下がっていく。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターは4番掛布。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、バッターの掛布今シーズン得点圏での打率は6割5分3。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ここセカンドランナータッチアップ。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。ツーアウトランナー三塁です。打ちました。左中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打打者一巡の猛攻で得点を挙げています。4回に入っていきます。タイガースの攻撃打順は6番アリアス。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。すさまじい集中力を見せています。ドラゴンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。一塁アウト。バッターは7番梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、福谷まずは先頭バッターを打ち取っています。三遊間福田取って一塁アウト。バッターボックスは8番糸原。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミング合ってますよね。期待しましょう。打った取りました。スリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。これはショート強打掴んでワンアウトです。打順はトップに帰って亀山。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました。浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。これで5打席連続のヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは2番糸井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ジャストミート。これは大きい。伸びていく。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。まず変化球を見せてきました。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席打ちました。伸びていく。ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。打順は5番石峰。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。センター下がっていく下がっていく。どうだ。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。
強打。一塁送球、これはショートのエラーです。ドラゴンズさらにピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、打席には7番バッター梅野。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。エラーでランナーは二塁一塁となっています。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これが今日4本目のヒット。ワンアウト満塁です。バッターボックスには代打のオマリー。ヒットで満塁としています。バッターはオマリー、背番号1。打った、右中間に強い打球。さあどうだ、スタンドには届きません。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放し、ここでタイガース代走を送ります。和田セカンドランナーに入ります。さあバッターボックスには先発の藤波が入ります。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そう、引っ張った、これはどうか、取った、一塁送球します。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター亀山、今日はここまで5安打の大活躍です。いや、怖いバッターですね。今日は特に怖いですよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。打ちました、セカンド取った、一塁を送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。西さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてませんよね。いや、もちろんですね。これだけね、お客さんも来てくれてますからね、最後まで試合を捨てないという気持ちでやってると思いますよ。そのファンの期待に打ちました、ヒットになりました。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。ここでタイガース代走を送ります。真由美ファーストランナーに入ります。打席には3番バッター松永、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達、今日3本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー3塁2塁。打った、センターに大きな打球、センターバックセンターバックする、センターオーバー、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。タイガースセンターオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは伊藤。さあマウンドを任されたのは伊藤、今シーズン30試合目の登板です。この試合も登板ということになりました。いいところへ決めてきます。ストライクです。いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスには6番アリアス、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。初球打ち切れました、ファールボール。バッターボックスのアリアス、今シーズンの得点圏打率は5割6分8厘となっています。いやー、すごい数字ですね。頼もしい限りですね。ここも期待十分ですね。ああそうですか。次のボールは見ていくタイプと狙っていくタイプに分かれますね。打った、大きな打球になった、これはどうか、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおもピンチです。打順は7番梅野、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。2球目は何で来るか、打ちました、
レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターはダイソーから起用されている和田、昨日はマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね、初球打ち。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。さあ打席には先発の藤波が入っています。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インコース、ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。内へ、これは決まった。追い込みました。これは見送ってボール。これでフルカウント。いい当たり、これはどうだ、ライン際、フェアです。三塁を待っていく。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。打順はトップに帰って亀山、今日は盗塁が1つあります。さあ初球は何か、甘いコースでしたが見送っています。真ん中打ちました。ヒットになった。バックホームする。これで9連打。ノーアウトランナー3塁1塁。バッターはダイソーから起用されている真由美。現在打率はランナー飛び出す。ランナー挟まれた。2塁を送ります。ホームに送球する。本塁タッチはアウト。ワンアウトランナー2塁となりました。ここは牽制でアウトを取りました。見送ってまずはストライクです。低め、これは外れた。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。ワンボールツーストライクです。これは内へ外れます。5球目は何で来るか。ここは決まりました。見逃し三振です。バッターボックスには3番松永。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。ドラゴンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのはマルティネス。さあマウンドに上がったのはマルティネス。昨日に続いての登板となります。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ドラゴンズもうこれ。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。初球打ち、打球はセンターへ。平田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから8回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。ロドリゲ、さあバッターはアリアス。ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。西さん、いよいよあと1本ということになりました。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ200本安打を決められるか。ファウルになります。この球は外れています。三遊間取りました。一塁アウト。今日はダイソーで途中出場の和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。
打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターは藤波。今日はバットでも貢献しました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。3球目は何で来るか。大きく外れてボールになります。大きく外れてボールです。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター亀山。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。バッターの亀山、今シーズン得点圏での打率は6割6分6厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない、すごい数字です。打ちました。この打球はフライになっています。ファーストが落下点に入ります。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。ゲームは9回に入ります。タイガースの攻撃、今日はダイソーで途中出場の真由美。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れて引っ張った。取った。一塁へ。アウト。ワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。ツーアウトになりました。打順は4番掛布。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここはインサイド落ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。一塁アウト。スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。皆様